皆さんこんにちは、瀬田からです。築50年以上の中古物件をリフォームしています。今回は前回の続きからです。玄関を入ってすぐの部屋、約6畳の部屋の床をコンクリートの土間にして、天井は1階の和室の床に使われていた板を再利用して天井に張りました。そしていよいよ壁です。現状の壁は3ミリの化粧板、木目プリントのベニヤ、その上からリフォームでクロス張りされていました。その壁を全部剥がして断熱材を入れて、12ミリ厚の合板を張っていきます。合板を張っていくのは壁の補強と下地材という役割で張っていきます。前回は左側の壁、途中まで、張ったところで終わりました。ということで今回はその続き、合板を壁に張っていきます。頑張ります。東京都内、夫婦と猫1匹の賃貸暮らし、新たなライフスタイルを求めて、海や山、自然を感じる場所、都心から車で約1時間くらいの場所、築51年の中古物件を購入しました。2拠点生活、セカンドハウスという理想のライフスタイルを実現するために、休日を使って DIY フルリノベーションしています。このチャンネルは夫婦2人が理想の家を作る物語です。はい、ということでやっていきましょう。12ミリ厚の合板をカットして貼っていきます。見ての通り、斜めなところとか梁とか、いろいろなところがね、干渉する場所しか残ってないんです。大変というか面倒くさい場所ばかりです。建物自体の金、水平垂直が出てるわけでもないですからね。合板だと細かい微調整、すんごくね大変です。あと5ミリ、3ミリとかね、ちょっとした出っ張りとか削るのは、カンナを使ったり、のみを使ったり、ドリルを使ったり、マルチソーを使ったり、いろんな工具や道具を使って微調整していきます。石膏ボードだとカッターやヤスリだけあればささっと加工できます。石膏ボードの方が安いし楽です。でもね、積層合板で正解でした。柱や胴縁、合板を止める下地材の出入りというか、絶妙に歪んでいます。画面越しだと伝わらないと思いますが、壁が少し波打っているような状態です。合板だとビスを打てば、多少ねじれてくれるのでなんとか収まります。石膏ボードだったら、ビスで引っ張られ反って割れてしまう場所もあったと思います。面倒くさかったんですけど、積層合板でね正解でした。うわ、ぴったりじゃん。いいね。よし。オッケー。いいかな。はい、ということで壁一面だけ終わりました。合板同士の微妙な隙間もありますけど、これはねパテで十分埋まります。でも綺麗に張れたんじゃないんですかね。十分です。次は玄関ドア側の壁を張っていきましょう。ここもねまたくせ者です。まず天井が斜めです。斜めでもあるし波打ってます。そして窓枠、差し込んでビスを打ってください的なヒンジが出ています。窓をつける時から分かっていたんですが、見て見ないふりをしていました。窓をつけた時、ここ何にも考えずにつけています。ここもね何とかしないといけないですよね。さらにこの段差、ここはねフラットなのに下に行くにつれて段差、上の梁と柱、下の台の角材、絶妙にね寸法がね違って、こういう段差が生まれています。合板を張る前にこの段差、そしてねさっきの窓枠のところ下地をね作っていきます。どうやって作っていくかはもうね今ある材料で考えながらやっていくしかなさそうです。もう考えるだけでも大変。やっていきます。
charge a couple cool K for the features. It ain't about the money, then you probably can't reach us. Ayy, and I put it on mamas. Do it for the soul, for the fam and the commas. Don't act, be chill with the dramas. All you gotta do is be you and be honest. Eating on papaya with my main thing. Baby getting bread, I'm on the same thing. No rocks in it, what a plain Jane. Put my niggas on, they use the gang. ということで、まずは窓枠からやっていきます。まあ最初からね、分かっていたんですけど、見てね、見ぬふりしていたので、全く何も考えてなく、材料もね、用意していないので、ちょうどね、良さげな材料をいろんなところから探して、加工して削ってつけています。窓枠はね、ちゃんと水平垂直を取ってつけています。まあなので、この場所、分かりますかね。ものすごく斜め。まあ、タルキをね、カンナで削って調整をしていきます。まあ、電気ガンナがね、行方不明なんです。まあ、探してもね、出てこないんですよね。で、新しいのを買ったらすぐね、見つかるというパターンになりそうなので、まあ、買ってないんですけどね、このカンナ掛けの作業、結構ね、大変です。今はね、買っておけばよかったってね、後悔しています。で、削った材料を当てがってみれば、この通り、いい感じなので、このままつけていきます。What you know about it, baby, riddle that. Heard a lot of rap and very little fact. You the type of nigga that we giggle at. Okay. Yeah. I'm about that cash money stuntin' like my daddy ho. Out in public, let me poke it on the patio. Couple shots of Henny, baby, I'm with anything. And if that nigga run up on me, let the semi sing. I'm playing 2K with that Deuce in my double phone. This for my clients, baby, hit me on my other phone.Magic jersey like I'm Hardaway. I used to sweat for my money, found a smarter way. I hop out fresher than a bitch, I'm like what's happening in. No, you can't hold me, ho, I'm busting out the packaging. Hey, and I put it on Caesars. All I got is certified Trump beaters. Charge a couple cool K for the features. It ain't about the money, then you probably can't reach us. Hey, and I put it on mamas. 窓枠、そして柱、間柱、枠周りの出入りのレベルも全て合わせました。こうやってね、カンナで当てると、ね、きっちり出てると思います。あとは積層合板をカットして貼っていきます。今日はね、なんとか頑張ってこの面、まあ、玄関側の壁まで終わらせようと思います。皆さんもね、そろそろお気づきではないでしょうか。そうなんです、今日はね、一人で作業をしています。もう一人で黙々と作業をしています。一人なんでね、暑いとか疲れたとか風とかしか言ってないです。この日もね、暑くてクラクラしますが、この面だけ頑張ってやっていきます。頑張ります。終わり。よし、終わったぜ。はい、ということで壁2面まで終わりました。ここまでね、歪んでいたり斜めだったり、すべてね、加工、カットしてから合板貼ってますからね。それはもう時間がかかります。疲れました。お疲れ様です。
あとはこの面とリビングキッチンへつなぐドアがある壁だけですね。まあ1日半とか2日はかかるかな。暑い日がね続きますんで、無理しない程度に頑張っていきます。ということで終わりたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございます。この動画が面白ければ高評価ボタン、そしてチャンネル登録お願いいたします。次回もまた見てくださいね。バイバイ。普段僕らが着ている作業着、セタカラからオリジナルブランドイエメッティのつなぎ発売中です。新色も出ました。shop.setakara.com から購入できます。あとインスタグラムやってます。合わせてよろしくお願いいたします。